お疲れ様スロットです。今日はですね、現環境強すぎが強すぎてね、大流行してます。もう多すぎます。はい、今すぐに緊急確保をしてほしいぐらい多い、そんな強すぎデッキを今日たくさんね、はい、紹介していきたいと思います。なんかパッと思いつくものを9個ぐらい、はい、準備しました。なんでまあ全部はやんないかもですけども、まあパッと紹介しながらね、はい、やっていこうと思います。で、一つ目は早速強すぎバルーンですね。まあこれは単純僕が結構気に入ってるので最初に今紹介するんですけど、まあめっちゃ使われてるわけではないかな。最近だとまあハンターか、基本的にハンターか、ハンターで使われてて、ちょっと前だな、本当にでも1、2年、3年ぐらい前からハンター型でちょこちょこ、はい、使われてる強すぎバルーンの着衣型をねやっていこうと思います。マジで強すぎしかいない環境って言ってもまあ確かになっていう、嘘じゃないよねとなる現環境、強すぎフィーバーが起きてますね。これほどまでいない強すぎフィーバーです。まあ強すぎが入ってないデッキも、まあそれいますよ。クロスとか、まあコカツとか、まああるのはありますけど、まあいる方が多いよねっていう。うん。ああ、で、これ、いや、守りゃよかったか。やべえよ。すぐ無視しちゃうっていうこの、楽をね、いや、マジ楽をしようとしてます、僕今。でもこういうデッキって基本的にローケとかないんですよ。で、この辺にハンターが。ハンターがポツンって出てくるんだろう。おい、本当に敵した。あ、アイスピが、アイスピ強い。いや、ハンターも強い。一発からの二発、いや、でかい。しかもバカで、さよなら。つけだけで守って。にゃんでー、なんでやねん。さあ、これ、ムーとか入ってる、高回転の、平均コスト多分 2.9 だった気がするな。枯渇デッキですね。はい。まあ、これ、相手、ハンターしかないんで、ぶっちゃけ。俺が強すぎバルーン、雪玉。ポーン打てば、まあもう1本は折れるわけですよ。なので、一旦1本折ろうかな。はい、1-1にして、もう楽しちゃおうと思います。いや、序盤守れるならもっと守ってもよかった気もするんですけど。いや、それうまい。このアイスピが結構いい味出してんな。さすがに一発は届くよね。いや、もう一発、もう二発、もう三発ぐらいちょっと欲しかったな。いや、結構守られるね。よし、やだよ、それ。やだよー。まあまあまあ、さすがに相手、これロキとかも呪文がウッドかな、多分ウッドしかないんで、守ればというか、右折ればもう、負ける理由はほぼないレベルだと思うので、まあ、守って右折って1-1にしてからの、って感じかな。はい。まあ、雪なんでね、バレルとかブリアンちょっとめんどくさいですけども、まあ、言うてなんとでもなります。最悪ディガー削りでもいいっていうこと。しっかりね、守って。相手はあの775を守りたいのかな？守ろうとしてんな、多分。さあ、俺はこれで、あとはディガー削りですね。ここでしっかり。で、まあ、何も出てこないでほしい。雪玉ポン。まだこれバルーンの爆破で、結構なんとかなるかな。いや、強い。さあ、こうなってきたらもう俺のターンですよね。まあ、こういうのしっかり守って。これさえ入らなければ相手はね、マジできついよーっていう顔すると思うんでね。もう何なら行っちゃうみたいな。まあ、これ行くのはあんま良くねえのかな、わかんないけど。さあ、で、ハンター、こんにちは。ぴょーん。いや、マジさ、ハンターに雪玉打っていけばダメージが入るゲー。やばすぎん。大体これオールブレーカーをもう刺すことしか多分考えてないので、オールブレーカーだけ警戒してあげてね、みたいな。あ、着衣のスキル使い忘れてましたもん。はい。でも本当にここから丁寧に、負け筋だけを減らすのは大事なので、ここも右ですね。はい、右に一生やって。真ん中バルキリーオールブレイカーぐらいですね。しっかり警戒しないといけないのは。あと無限のプリンセス増殖ゲーをされちゃうので、早めに処理できると熱い。さあ、ここで警戒して、まあ、バルキリーオールブレイカーマジで来るからな。相手このバルキリーの使い方うめえな。バルキリーちょっと嫌です。なんか言うのだった気がするんだね、俺の記憶上。うん、さあ警戒して、いや、ここの圧着結構強そう。やーべ、溢れてやがるけど、今だっていう、なんとなく今だ。さあ、で、ハンターこんにちはで雪打って、いや、マジ、これ、ずるすぎるよな。
これで入るかんね。さあ2発で俺の負け筋は真ん中バルキリーオールブレイカーですね。お前とも笑顔になってる。人を笑顔にねさせることができて僕は幸せです。オールブレイカーですね真ん中。え来ないの。さあ来ないのは予想がいい。さあ勇気打ってもバルーンのバカが入れば勝ちとか言ってディガーが鬼掘りしてましたね。さあということでこれ僕の結構お気に入りの京介バルーン、まあ着衣は基本的にハンターで、まあ、好みで着衣になってるかなっていう感じですね。いやまあぜひちょっと使ってほしいです。まあ京介デッキいろいろ流行ってますけど、まあ、結構こうメインというかなんかそんなねすげえ流行ってるっていう特別なデッキではないので、それがまたなんかいいみたいなね。はい、ということで、京介バルーンです。で他には京介ホグとかも流行ってて、まあ、流行りすぎてるしいろんな YouTuber も上げてるから、まあ、京ホグはやんなくていいかなと思います。はい、で京介スケラやるか。はい、京介スケラもこれなんかインドラ入ってる墓石入ってる方とかもあるんですけど、なんかそれよりは意外とこの弥生型の施設が入ってないね。はい、京介スケラの方が個人的にいやまあどっちもどっちかあんま変わんねえか。まあ安牌な京介スケラですよ。本当に安牌、マーザネクさえ引かなければなんとでもなるような、はい、デッキですね。でまあ今回これには、スケキンがいるね。スケキンでスケキンなんか前回の修正でスケルトが2体減ったんですけど、18から20になったんだっけ。なんか結構弱くなったなって感じますね。そう、まあスケキン自体全然まだまだ使われてるんですけど、おお、なるほどね。なんでっつってないと思う。そう、2体減っただけなのに、え、そんなにっていうぐらい結構なんか弱くなったっていう感じがしてるので、どうだろう、まあ、まだまだ全然使えるとは思うんですけど、ちょっと弱くなったなーって感じちゃいましたね。さあ、わかんねえな。ボンバー、スケドラ、キョスケっていうチンパンデッキ構造してる。あー、やっぱりゴレキョスケとかじゃんこれ絶対。マジ俺の中でスケドラボンバーはチンパンデッキ代表カードだと思ってるんで、あれライトニング、いやマジやばくねこれ。ゴレキョスケさライトニングの可能性あるよガチ。ボン、いやまあその可能性しかねえか。あのスタンプ腹立つな、おい。ちょっと待って持ってくるこれ。ピン、あのスタンプすげえ腹立つな。なんか暇すぎる。あんまザッピー使いたくねえよ天才ザッピー。まあこれキョスケ真ん中持ってくるんで、おお、あー、なんだそれ。ちょっとあれもう、あ、来た。これうぜえよな。いやクララマジで最近うぜえスタンプ多くないっすか。まあ、俺の心が狭いのかもしんない、沸点が低いのかもしれないんですけど、これだけでもなんか腹立つぞマジで腹立つスタンプめっちゃ多い気がするんだけど、俺だけかなこれ。さあまあこれはまあ無理する必要はねえか。でここスケキンのスキル使ってあそこのキョスケとかったら熱いよなっていう。あ、これキョスケのバカでなんとかなるか。おい、なんか強え、なんか強えな今んとこ。ええ感じに、待って行かないで、行かないで京介。うわーハンター素敵。さあこれは打って相手の小物系にね嫌な目もパーンってすれば、あれこれもしかしてこういうことこういうことだよね。なんで相手血迷ってねプレイが。さあクローンでも来んのかこれ。いやクローンも来ない、ただのゴレ。いや今の相手のトルネバカラッキーっすよね。あれなかったらもしかしたら負けそうだもん今。うん、ダメージ全然通んねえっつって。いやなんだこの試合マジ変な試合してる。うわーでもなんかやだなこれ、すげえ怖くなってきた。マジで怖くなってくんな。まあ、怖くなってくるけど、こういうのを余裕で守れるからこのデッキは強いんですよね。
ザッピーけ。いけいけいけ。おー、危ねえやん。いや、怖っ。何あれ。マジで。この相手の、なんかコウモリ抱くのやつけたのがすげえやだな、マジ。あの、呪文ライトニングあったもん。そういえば。おお、なるほどね。さあ、キョスケで、一応タワーは折れるとこまで。待って、やばい。あ、これハンター出さなきゃよかった、俺。うわ、やばい。え、待って。キョスケのダメージってさ。え？やばい。腹立つな、なんか。え、なんで？やばい。ちょっとやばい、意味わかんない。意味わかんないですけど、負けましたね。はい。うわ、マジでやって。え？気をつけ強くね。あの、そういうのもあるらしいっすね。うわ、痛すぎ。まあ、これはちょっと僕最後あれ甘えましたね。はい、ハンター出さずにトリトンで気をつけを引っ張っとけば耐えたいと思うので、いや、ましてゴレに気をつけも入ってくる時代ですね。気をつけしかいません。はい、ということで、キョロイもあります。ライトニングが入ってる方もありますけど、最近だとやっぱザッピーが多いので、そう、気をつけプラスザッピー、これもすごい安牌編成でザッピーも入ってて、まあ、キョロイのファイボーみたいなのもあるかな。そう、ぜひ使ってみてください。ゴーストトリトン入ってるね。ちょっと変わったキョロイです。はい。で、他には、まあ、キョスケ入りの迫撃とかもあって、っていうのでやっていこうかな。まあ、なんでもいいんでしょうね。バルキリーかな。基本的にはバルキリーとか、スケキンとか、まあ、最近だとたまにマイティとかにもなってる枠がキョスケの迫撃ですね。キョスケがいるので、やっぱ迫撃砲とかってね、迫撃で攻めた後の防衛が大変だったりするので、まあ、そういったところも、あ、キョスケ頼んだ、キョスケお願いっつって、はい、キョスケでなんとでもなるのがキョスケです。はい、一旦出しておけばね、様子見れますからね、キョスケも。ということで、さあ相手はドリル、まあ、ドリルも最近、あ、やばい、痛い、痛すぎ。まあ、今のは受けがなかったので、しょうがない。いろんな方あるからね、ドリルも。そう、マジアチエリキとか、バルキリとか、今回ゴールナイですけども。これ、エリキかマジアチか使ってくるか。さあ、トルネ使ってきた。さあ、トルネゴールナイ。走ってきたら、ラスくらいか。マジアチャがいるかな。まあ、アジアチャがいそうですけど、まあ、一旦攻めて相手の利口確認します。ムートなのかファルチェなのかとか。はい、ファルチェでしたね。お、さあ、ここはアーチャク植えてプレッシャーをかけていこうぜ。いやー、キョスケファルチェのファイボっていうのがこれ珍しいんですよ。ファイボがね、あんまり見ないな。うん、まあ、インフェドリルファイボとかならあるんですけど、ファルチェドリルファイボは見たことがない。キョスケがいてもおかしくなさそう。まあ、ゴールネがいたか。サスケでしっかり拾って打ったかな。まあ、後ろから行きますか。ファイボトルネ、ファイボウッド、あ、ファルチ。いや、マジこれラバクロとかもうボコボコにするぜっていうデッキですね。マジラバとかだけは許さねえぞみたいなドリルしてるっす。さあ、まあ、ファルチは後からスケとかコウモリでなんとかすればいいので、これ結構熱くないね、せめて。うん、トルネとかいっちゃって、しっかりスケと、まあ、ウッドいらんかったかもしれんけど。おお、これはキョスケが相手トルネで無理やり剥がすか。剥がさないってことは入るんでな。入ってよ。おい、いやー、相手焦りまくってんだ。さあ、いいよ。このキョスケがいることによって迫撃の受けも出しにくいよね。出したとしても爆破でどっか行かれちゃうからね。さあ、からの圧着で消えながらのこのゴリゴリの攻め。さあ、コウモリ、いやー、迫撃が入るで、相手はね、頑張って頑張ってファルチを出したいんだよ。ファルチのコストがね、ギリギリ。いやー、いや、頑張ってくる。さあ、でもこの反撃で受けも出さなきゃいけない。そして、
そんなことしてるとこのディーガーの気も出さなきゃいけない。さあ苦しい、どんどん苦しくなってる。いやーマジで京介の圧がいい。いやーそれはちょっといい取るねっすね、さすがに。まあこうなるとポイズンとウッドの圏内になってくるんじゃないですか。で負け筋はまあゴルナイとこのトルネファルチとかなんで、端までこんにちはしてね、低めでしっかり受けてスケウッドでカバーして、はいじゃあこんにちは俺のターンですよ。裏にディガーもコウムレも行っちゃって全部拾うのはむずい。いやー完璧か相手これ反撃の向きが、いやうまいね、耐えるね。おとなしくね俺がポイズン削りすればいいんですけど、できないのがちょっと。おーでかい、はいポイズン、マジポイズンのダメージを知らねえからあんまポイズン削りできないんですよ。さあスケ打ったればなんとかなります。あ諦めましたね。えポイズン強っ、290ぐらいダメージ入りました、ね、なんかファイボーグのさ呪文ダメが結構落ちて200ちょっととかでさね、ポイズンそんなんだね。いやーでかい。さあということで巨スキ発撃ちゃんかな、まあ、バルキリーとかだとね防衛ちょっと大変っていうのを巨スキだと全部カバーできたりとか、まあ巨スキに対して巨スキが優秀ですね、使いやすいよねっていうのでさあ巨スキ発撃です、やってみてください。続いてが巨スキスクラですね。さっき巨スキスクラやりましたね、まあそれの別バージョンですね。ファイボー雪になって、あ違うファイボー矢になって、ここら辺全部一緒ですもんね。あインドラハンターがインドラでトリトンが墓石と、まあいうわけで、まあこっちはこっちで強いね。はい空とかにはゴリ強くなってね、もう空だけは絶対潰すよっていう、スクラでさやってみてください。ということで巨スキ小月、はいまあこれもまたなんかちょっと特別な5月でちょっとおもろそうなんで、はいやります。まあ動画で一回出してもなるかもしんないけどね。はいマザネクも入ってて、またミラーが入ってますね。はいまあミラーがあることで、まあ、バレルミラー、まあミラーバレルというか、まあミラー関係何でもか、なんかミラーエレジャイとか、まあ、ミラーバレルミラーキョスケ、まあ、ほんと何でもいいんですよ。やっぱミラーって想像以上に強いので、まあ、そのカードだけで、ね、一発逆転っていうのがあるんですよね。まあ、それがやっぱミラーの強いとこなので、あのまた同じようななんか来たっすね。そうまああとはねそれこそダクネにじゃマザネクにファイボとか打たれてももう一回いけちゃうよねっていうマザネク、それがねまたええ話なんですよこれ。わすげえこれめっちゃなんとかなりそうじゃん。あこれねいかれるやん、うわ苦しいやんっていうのもおかわりっつってできるんで、さあこれもまたいい話。さあで相手がだからライトニング打ってきたのでバレルを飛ばすんですけど、トルネが来そう。おおめっちゃ入るよいや強い、いやミラーマザネクはやばいっつってね、相手も焦ってライト打って、さあ大ダメージ。またザッピーミラーも強いし、ね、スケブミラーもね緊急時なんとかなるしっていうので、ここのタイミングで攻めてくるのこれどういうことっすか、俺にはあんまり分からないんですけど。これソウルコールやってねゴーレム溶かしたいよね。あでも俺ゴーレムを溶かす方法が意外とねえわと思ったんですけど、めっちゃ溶けてるわめちゃめちゃ溶けてた。しかもこの時チャンピオン入ってないね、それがまたいい話。しかもなんだこれ全部ブーになるしさ、やっぱザッピーで、いやこれ相手終わるんじゃね、ちょうど5があるで俺ね、めちゃくちゃちょうどこういう時って相手もファイボだけはないと思ってるでしょ、ちょうどファイボあるんだよね。マザイクマザイク残って、あーもうちょっと残ったら全部、あいやなんでだ、しかもファイこんにちは、なんならおかわりあります、おかわり。いやしかもこれのダメージがえげついんだよね、16レベゴブリン3発やべえ、これでこんな入っちまうかんな。さあ相手は後ろからゴーレムをね頑張って通そうとしてくるんですけど、だって負ける未来が見えないでしょこれ、なんか防衛施設とかもないのに、分かんないやばいよね。さあスケブで溶かして全部スキンで回収して真ん中ザッピーとか置いてマザネク行かれるけど、マザネク打ちおかわりいっぱいできるんだよっていうねマジおかわりっつって、あのもう一回
おかわりっつって、はい、これすごいの、すごい、こんだけマスネコ来たらね、小物使ってたらもう発狂ですよ。いや、いいねこれ。やっぱ何でも何でもとりあえずキョスケ出して後ろに出していけば安全で守れますし、まあ、ミラーあることによってね、そこに呪文を打たれてもその後出せるっていう、まあ、理論上ミラーってだからぶっ壊れですよね、理論上ね。そう、マザレクに5打ってももう一回マザレク出せるわけですから、理論上まあミラーが強いので、さあこのミラー枯渇もねめっちゃ強なんでやってみてください。さあそしてキョスケドリル、まあ、キョスケドリルはまあ当たり前に強いよね。回転、高回転、もう最近の強いアチャクイスケファイスピー大砲、ホグでもロイフグでも入ってる、まあ、それをただドリルにしましたよっていう、ね、キョスケホグ、キョスケロイフグをドリルにしましたよ、ただそれだけですね。まあ、キョドリもまあゴリ強なんでね、はい、まあいいか。そしてあと一つ残ってんのが、あ、これ出た、最近マジでトレンド、いろんな YouTuber も上げてる、そう、キョスケロイフグミラーっていうわけあかまデッキですね。はい、まあでもこれもまたさっきのまあ枯渇とちょっと似てるかな、ザッピーマザネカ入ってるキョスケミラー、この方が強いんだろうな、主軸なんでもいいよっつって、はい、多分残り1枚がバルイになってもスケラになっても強いと思います。はい、結局ねザッピーマザネカどっちかやられてもどっちかいるし、さらに両方やられてもミラーでも1回出てくるわけですから、無限ループですよね。はい、でトリトンもあって引っ張ることもできるので大型系にも戦いやすいと。さあこのデッキはねマジでひたすら後ろからキョスケとゴーストを流すだけデッキです。はい、マジでロイホグはまあ攻めカードであるんだけど、ロイホグで攻めようって思うんじゃなくて、マジで後ろから、まあ、相手のユニットに合わせて、まあ、ここはドリル来たんでね、はい、キョスケ合わしますって、マジもう守ってってか、もう後ろからキョスケ流す、ゴーストミラー流す、はい、キョスケミラー流す、ね、とりあえず後ろから言うと流しておけばいいんですよ。で流してると気づいたらなんかあれ、キョスケいてザッピーいてゴーストいて相手これきつそうじゃねえみたいな時が来るんですよね。さあそこでロイホグポーンって飛ばせばいいだけの話なんで、マジで守りデッキです、まあ、守りデッキ、後ろから垂れ流しデッキっていう表現の方がいいかも、ね、はい、垂れ流していきましょう。まあでこれちょっと怪しいマサネクか、さすがにファイボか、今のは逆ロイホグで時間潰してもよかった。いや、やっぱちょっと。さあでドリルにはゴースト。いや、これもう一回ゴースト出しちゃう。よいしょ。いた。天才か？これさ、バルキリーいないんですよ。こういう時にこう行って。いや、めっちゃいい防衛でも相手。てかトルネが入ってんの。ま？どっかからかトルネがやってきてます。はい。トルネイーフェはやばい。マジで謎にトルネが入ってる。なんだこれ。どっからトルネ持ってきたんやっていう。さあまあとりあえずでも後ろから垂れ流しなんで、垂れ流して待ちます。はい。まあイーフェはもうトルネも渋いね。まあ渋いけどいつかダメージが入ってくれることを祈って後ろから垂れ流しです。はい。でドリルにゴーストで非常時は嫌な雨かな、これが発生か、てか相手嫌な雨とかじゃねえのかな。でこういうのも来たいけど結局みたいなのがあるんで、垂れ流しです。ああ、いいスケ、無理はしない。いや待ってよ、ガチで相手さファイボー、いやこれ飛んでくるな、ファイボー打つからの、ああ外れてるし。さあこうなってくるとちょっと熱そうな気もするので、こういう時に攻めるんですね。からの、まあ、ミラーブーもね、これちょっとありじゃない、ミラーブーあるよね。さあボーンが嫌なので嫌な打って、うわミラーレベル16、いけいけいけ、ミラーの豚だから一発が強いのよね。さあこれで一発ダメージ逆転です。あとはもう一回垂れ流しですね、垂れ流して垂れ流して垂れ流して、まあ、これキョスケミラーとかいけてもね熱いかもしんないけど、てかバルキリー使ったらさ相手ガチできついと思うんだよね。
防衛ロケ誘えるワンちゃん。そう、まあ、これはロイホグでインフェを壊しに行って、このキョスケでね圧をかけていきたい。そう、あーこれでもドリルのダメージって嫌だね。あと強いのは逆ゴーストもちょっと強い。ロケットあるんでね、ゴーストがちょっと出しにくくなるね、これから。さすが飛んできそう。ロケかな、飛んでか。さあまあここはさすがに行くしかねえだろっちゅう状況っすね。いやこれ竹取れたら熱い。いや取れねえか。でもバルキリーもいるんで。おっでかい、透明が頑張ってる。さあもう豚にしながら取るね。やだね、取るね。来る、まあ一旦攻めようからのミラーブーやな。俺右に呪文使わねえかな。あれいや右だったか。いやでもレベル16がめっちゃ頑張ってるよね多分。さあ16レベルが結構強くて頑張ってる。いやしかも来た、これ止まらんやろ絶対。さあ16レベルゲーです。後ろから垂れ流し我慢でミラーロイフグフィーバーということで、いや今のとかもめっちゃきついと思うんですけども、それにもやっぱ勝てるのがこのミラーキョスケのね、はい、力だと思います。さあということで今日はこういろんなキョスケをね、はい、紹介したので、ちょっと自分に合いそうなキョスケだったりね、面白そうなキョスケぜひやってみてください。よければちゃんと高評価お願いします。ではお疲れ様でした。またね。